違うんですか？でも出発前確か。ああ、あれは来月総本部で開かれる会議の打ち合わせを。私の勘違いでしたか。でも総監に会って何を言うつもりだったんですか？鳥山補佐官に会ってくれるよう頼むつもりでした。え、今日補佐官が腹痛に襲われた原因は三崎総監代行へのひがみなんです。えっ、くっ、総監を補佐すべき立場にありながら一度も顔を見たこともなく、さらに最近は失敗が多く、鳥山補佐官は